皆さんこんにちは。ファジ文化応援アイドル、桜花の奇跡の星野奈々です。毎週月曜日は桜花の奇跡のメンバーが交代でバンバ塾を担当させていただきます。さて、桜花のやぶさめガールで馬の筋肉が大好きな私星野奈々が本日予想していきたいレースは、11月22日に行われる北海道競馬記者クラブ特別でございます。はい、こちらのレースは直線 200m のコースでフルゲート10頭で行われます。途中に高さ 1m の第一障害、次に高さ 1.6m の第二障害と2つの障害を乗り越えていくコースです。今回のレースでは最高715キロの重量物を乗せたソリを引いて競います。万栄競馬は途中で休ませたりなどペース配分も重要になってきます。ということで、今回のレースで私星野奈々が気になったバンバたちを紹介していきたいと思います。まず1頭目はみそぎほまれです。みそぎほまれは今回のレースで唯一の牝馬で最年少、そして前走のオープン特別では2着と大健闘です。金走はどの騎手が乗っても馬券圏内の常連で、今回の B1 クラスにも慣れているのではないかなと思います。そして前走は自分のペースをずっと守り続けて2着でゴールしました。第二障害を降りてからのスッとゴールに吸い込まれていく走りは見応えがありつつも安心感があるものでした。馬体も少し小柄に見えるんですけど、レースを重ねて成長もしているのでいい馬格になっているのではないかなと思います。さあ、そして2頭目は流星ペガサスです。金走馬券圏内を維持していて、B1 クラスの信頼度が高いのと、今年5月から阿部騎手に乗り換わってから戦績も安定しているので、このタックの走りに期待したいですね。そして前走では少し切れ負けしてしまったような印象なんですけど、前に行こうとする足を止めることなく堅実に進めて3着となりました。馬格は肩の筋肉がとにかくすごいという印象なので、パワータイプなのではないかなと思い、気になる一頭として挙げさせていただきました。以上が奈々氏の注目の2頭です。さあ、そして馬券はこちらでいきたいと思います。じゃじゃん。まず馬タンマルチ、みそぎほまれからアーモンドキーマン、そして流星ペガサス、ジェイアースです。そして3連単フォーメーション、こちらはみそぎほまれ流星ペガサスからみそぎほまれアーモンドキーマン流星ペガサス、ジェイアース、そして3着固定でシルバーアロイに流したいと思います。このレースを当てていい1週間のスタートを切りたいと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いいたします。以上、桜花の奇跡のバンバ塾でした。バイバイ。